こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は山陽電車夢咲川駅の工事の様子を見ていきます。前回訪問したのがね、昨年2023年の8月ということなので、まあその時はねほとんど工事も進んでいなかったんですけども、半年以上ぶりにね、現地こう訪れてみましてね、ホームに降り立ったんですけども、何やら大変なことになっていますね。それでは早速見ていくことにしましょう。まずはね、ホーム上から見ていくんですけども、早速ね足元見ますとコンクリートがねすごく目立っております。まあホームもねかなり古かったので、ひび割れた部分とかがまあありましたから、そのあたりがね、結構きれいに整備されていくんでしょうね。まあ若干段差や何かもあったとこはあると思いますのでね、だいぶきれいになるとは思います。そして、駅のこの上屋なんですけどもね、昔の屋根が少しずつ壊されておりまして、正面に見えるようにね新しい屋根ができております。そしてその外側にはね新しくできているこのエレベーターがありますね。まだまあ中は空洞という感じなんですけども、立派なエレベーターがね、上下線のホームにそれぞれできるような感じとなっています。いやー、しばらくね訪れなかったんですけども、かなり工事が進んでいますね。ホーム上はフェンスがねありまして、若干狭くなっておりますが、まあ、それでも上高にはね、さほど不便はないようなイメージです。ホームの前景はご覧のようになっています。鹿間行きのホームの様子はねご覧のような感じになっています。階段もね少し狭くなっておりまして、屋根があったと思うんですけども、空が見えるような感じになっています。こちらのエレベーターの建設の様子はご覧のような感じで、どうやら網干行きのホームの方が工事は進んでいるような感じがしますね。しかしこのホームの上屋、だいぶね壊されてきてますけど、どうなんでしょうね、すっかり全部なくなってこの新しい屋根に変わってしまうんでしょうか。まあ古いレールをね曲げて作ってある上屋だったんですけども、まあなくなってしまうのはね寂しい気もしますが、新しくなるのはいいことでもありますね。それでは網干行きのホームからね、外に出る様子をご覧にいただくことにしましょう。向こう側のホームの階段もねかなり狭くなっておりましたが、こちらもねご覧のような感じでねかなり狭くなっています。特にこの部分なんかは人一人が通り抜けるのに精一杯といった感じですね。ちょうどこちらは駅の南側ということでね、病院があったりする側なんですけども、どうやら見る限りはなんか改札っぽいのができるんですかね。どうなるんでしょうか。昔は改札があったんですけど、なくなって今から向かっている北側の改札に集約されたっていうことなんですけども、こちらの工事もなかなかすごいことになってますね。左手には確か建物があったと思うんですが、なくなっています。改札付近はねまだ手つかずなんですが、改札の向こう側はかなり工事が入ってますね。改札機の隣にね、案内の看板があるんでちょっと見ていくことにしますが、バリアフリー工事がやってますよということの下に、一応工事の期間なんですけど令和6年の3月までということなので、まあまだまだ時間はかかるのかなといった感じですね。まあ完成予想図を見ますと、今こう写しているこの北側の駅舎自体はなんか残りそうな感じなんですけども、この向こう側のエレベーター部分だけなんか新しく作るんですかね。一体どんな感じになるのか、まあ楽しみではあります。まあ先ほども言いましたが、この駅の南側のエレベーターの工事はだいぶ進んでる印象なんですけど、この北側はまだもうちょっと進んでないのかなという感じですね。さあそれではね、駅の南側へ、回ってみることにしましょう。駅の南側の様子はねご覧のような感じになっています。いやーなかなかね立派な駅舎ができそうな気がしませんか。まだね足場がこう組んでありますけども、なんとなくあこんな感じの駅舎ができるのかなというのがこう分かりますよね。こう四角い感じがね、北側の駅舎に比べてこちらの側の駅舎もね立派な近代的な駅舎がね、できるんでしょうね。まあ昔は改札があったんですけど、まあなくなっちゃったりとね、いろいろこう南側はね紆余曲折あったと思うんですけど、やはりこちら側へ利用してる人も多いと思うんですよね。病院とかドン・キホーテとかいろいろありますので。
でこうちらっと見てみますと、ああこれ券売機がここにできそうですよね。やっぱりここにもね、改札がちゃんとできるようです。まあこの通路がどうなってしまうのかなという気もしますが、まあまだまだね、工事、進んでおりますのでね、これからまた何ヶ月か後にね、この駅の様子も見に来てみようかなと思います。いやー半年ぶりに来てね、かなり工事が進んでいるのにね、本当今回は驚きました。それでは今回の動画は山陽電車網干線夢前川駅のバリアフリー工事の様子を見に来てみることにしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。